ビクトリー級コルベットはシンガポール海軍のコルベットの艦級。本級はドイツのリュール戦車によって開発された MGB-62 型と称される設計を採用している。これは同社がバーレーン海軍向けに開発したアルマナマ級の船体設計を流用してヘリコプターの運用能力を省いたものである。 また、イスラエル製の充実した電子戦装備を配置する必要から、同国海軍のヘッツ級に似た大型の等型マストを備えているが、このために復元性の問題があり、1992年には、アーソダゲン、ユラ装置が装備された。主機関は、アルマナマ級のものが踏襲され、V 型20気筒の6つ 20V538TB93 ディーゼルエンジン4機によって、 スクリュープロペラ4軸を駆動する方式としている。また電源は合計出力4 0 8キロワットを確保した。戦術情報処理装置はイスラエル製のナティックス、武器管制システムはサーブ社の QLV200 であり、メインセンサーは同社の c g ラフ百1 5 0 h c である。また後方レーダーは戦術状況表示板と連動している。百九十六年には バラーでの試験を経て、全艦の完備艦,尾艦パン両舷に、バラク股間防空ミサイルの VLS が8セルずつ搭載された。なお、ハープーム艦隊艦ミサイルは、平時は2発のみが搭載されている。ありがとうございます。